こういうね、ちょっとした段差も登れないんだよね、この人ね。ここ行けるか。行け。オッケー。あ、これなら安全だね。ここは安全ですね、多分ね。板でも作るか。はい、どうも皆さんこんばんは、オオカミさんでございます。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。はい、ということで、今日はですね、何をするかというとですね、これ相変わらずアクティブじゃなくなるんですね。相変わらずね、ちょっとね、拠点新しく建てようかなっていうふうに思ってます。はい、この出来合いのお家、出来合いのお家って言い方悪いけど、ちょっとここ不便なんでね、不便というか、まあ不便じゃないんだけど、むしろ便利かもしれないけども、ちょっとね、入ってくるのがめんどくさいんだよね、ここね。こう回り込んでね、入ってこなきゃいけないんで、通りにくいしね。なので、もうちょっとね、なんかいい場所いい場所って言うと言い方悪いけど、言い方悪いけど、言い方変ですけど、通りに面した、通りに面してなくてもいいか。なんだろうね、鉱山が近くて、水も近くにあって、で、こう車でさっと行けるような場所、そういう場所に引っ越したいですね。はい、ということで、ちょっと引っ越そうかなと思いますね。で、まあ、鉱山の近くで池が近くっていうと、こっちの方かなとかって思うんですけど、ここになんか小屋が一個あって、この辺、まさにこの辺ですね。まさにこの辺とかどうなのかなと思って。この辺ね。ここら辺。ここら辺とかどうですかね。この建物があるけど、これがあるか。これがあるとなんかちょっと嫌かもしれないな。これ嫌だね。そこに車はあるけどね。なんかこういうね、岩で囲まれてるところとかが個人的には好きなんで、個人的にはね、その壁をね、一箇所作れば済むんで、囲まれてればね。あ、でもここでもいいか。ここは多分この後ろから、後ろからゾンビが来ることってあるかな。こういうところ、こう、この辺にしようか。この辺に作るか。これ上がってったらバンディットだっけ。これ登ってったらバンディットがいて、で、そこに池もあって、あ、これね、ここに池もあって、めっちゃいいじゃないですか、これ。ここに池もあって、で、車で来ようと思ったら、どんな感じ？ここに道があるね、一応ね。ここに道がありまして、こっちにも道あったっけ？あ、こう繋がってるわけね。あ、こういう風に繋がってるわけね。あ、いいね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 。いいね。良きですね。この辺に建てるか。この辺にちょっと家建てようかな、じゃあ。この辺、この辺の木を伐採して。そうしましょうか。めっちゃ時間かかるんだけどね、これね。あの、家建てんのにね。じゃあちょっとここら辺に家作りますか。ちょっと一回とりあえずこれ切ってみようか。おい、どうなった。お、めっちゃ取れた。めっちゃ取れたわ。で、2階建ての家がいいなって思うんですよね。2階建ての家、これ一番でかいやつね。96時間もかかるけども、ここにどっち向きだろうね。横向きだろうな。横、逆のがいいか。こうか。こう向きにしようか。こう、こ
こんな感じ。こんな感じ。こんな感じ。こんな感じでどうですかね。うん、そこの木がもういきなり木がかぶってるんで、切っていこう。切れないのかこれ。切れてる？ゲージが見えないけど。切れてるのかこれ。全くゲージが見えないけどこれ。切れないのかな。あ、切れたね。切れた切れた。ゲージ見えないけど切れるんだね、一応ね。あ、スタミナなくなった。ゲージが見えないけど、おっと、丸太どこ行った？丸太は、あった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 。釘、あ、釘作ってくればよかった、いっぱい、たくさん。丸太取れない。丸太取れない系ですか、これ。ほんとそういうところだよね、このゲームね。うん、ほんとそういうところですよ、このゲーム。ダメなのは。ダメなの、そういうとこね、ほんとに。丸太取れないじゃん、これね。まあまあ、無視しといていいのかな。釘持ってきたかな、俺。カン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 、めっちゃ時間かかるんだよね、これね。待って、丸太68本もいるじゃん。めっちゃいるやん。あ、霧になっちゃった。キャンセル、キャンセル。やばいやばいやばい。めっちゃ霧濃くなってきた。どうしよう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 。あ、ゾンビいた。どうしようどうしようどうしよう。どっか登るとこ登るとこ。避難場所避難場所。こういうね、ちょっとした段差も登れないんだよね、この人ね。ここ行けるか。行け、オッケー。あ、これなら安全だね。ここは安全ですね、多分ね。板でも作るか。はい、オッケー。まだ終わってないのね。まだ終わってないのか。まだもう、でもだいぶ晴れたけどね。あ、倒れた。こけたこけた。よっ。はい、どうもご苦労さんでした。君たち、なんか持ってないの？何も持ってないのか。なんか持ってるよお前。誰も何も持ってないの。あれ、何も持ってないわ。しょぼいなお前。お前らしょぼすぎるだろ。あの、本当に何も持ってなかった。はい、ということで続きいきましょうか。あ、ここにもいる。ゾンビめっちゃいたんだね。そして何も持ってないっていうね。うん、なんかもう何かしら持ってるよ。今何を作ってるのか、どこを組み立ててるのか。あ、夜になっちゃう夜になっちゃう。夜になっちゃう。車どこ行ったっけ。このゲームはね、この本当にね、建築とかクラフトにめっちゃ時間がかかるっていうのが難点ですね。うん、時間かかりすぎじゃないかっていうぐらいかかるよね、このゲームはね。で、それをやってると一日があっという間に終わる。本当に一瞬で一日終わっちゃう。ね、よいしょ。そして相変わらず真っ暗な道を運転していきましょう。ほんと真っ暗で何も見えないけど頑張って運転していきましょう。街灯つけたいね。街灯ね。あ、いた。あ、いた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 い。はい、じゃあちょっと速攻寝てまた来ましょうかね。本当見えないんだけど、本当に見えないんですけども、こっちか。これついてる、ライトついてないじゃん。どれ、ピカ、これついた。
ついてないじゃん。あれライトどれでつけるんだっけ。ライト、あ、 R か、こうか、変わんねえわ変わんなかった全然。ほとんど変わんなかった。すごいゆっくり走らないとダメだねこのゲームはね。徐行も本当の徐行運転で行かないとダメですな。キー、はい、ただいま。照らしようか。バッテリー上がるのかな、そういう概念があるかな、バッテリー上がりっていう。よし、じゃあ飯でも食って寝ますか飯でも食って、どうせこれ寝たらまた腹ペコになるんだけどね。あー、照らしてると明るいね車が照らしてるとね、うん、じゃあおやすみなさい。まだ7時半だけどもう寝ちゃうみたいな、やることないもんね、でも夜ね、うん。はい、ということでお家の方は完成しましたお家完成しました。ゲーム内時間でね、どうですかね、もうデイ38なんで20日ぐらい経ちましたね。そして霧が出てきたけども20日ぐらい経って、ようやくね家完成しましたね。はい、もうやっとのことでやっと完成しました。で、まあ、外側に一応塀をつけようかなと言うんで今塀をつけてるとこですね。はい、まあ、早速霧が出てきちゃいましたけど、まあ、そんなのは無視してですね、まあ、やっとできました。はい、ということでもうこれリアルの時間でどうですかね狼さん割と忙しいんですけど、リアルの時間でですね、リアルタイムでですね4、5時間やってたんじゃないかと思いますね。もう4時間か5時間持ってたかな、5、6時間やってたのかな、これ作るのにね。まあ、この塀とかも同時に作ってたりはしましたけど、いや疲れましたね、めっちゃ疲れました。はい、思いっきり疲れました。まあ引っ越しとかもあったんでね、余計疲れちゃったっていうのもあるんですけど、ということで、霧が来ましたけど、あまりにも疲れたのでこの辺で終わりたいと思いますもう今日はもうこの辺で終わりたいと思います。また次回ね、なんか紹介したいと思います、この部屋の中とかね。はい、ということで、もう霧が来たので寝たいと思いますね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。狼さんでございました。またね。